これは長者ヶ崎の海岸ですね。今日は、8月の2日で日曜日なんで今日はほとんどいませんね。あそこまで上がっちゃってるの面白いね。これ上がっちゃってるわ。そしてこちらの方から今度は長者ヶ崎の海岸を見てみましょう。ちょっと前の雪が邪魔があるから、これだね。これが長者ヶ崎の海岸がずっとあって、その先に、葉山の海岸がありますね。いや、石見海岸がね、大きなってんだね。